はい。東京ドーム3戦目というところで1勝1敗だから今日負けられないと。いつも負けられないと言ってるんですけど。タイガースは負けました。タイガースから見て四対0、あちゃ、零対4でジャイアンツに負けたというところです。えっ、ー、と、9連戦ですから全部で3カードあったわけで、その3カード連続1勝2敗ですよ。したがって、 えー、3勝6敗という成績に終わりました。この9連戦がちょっとね、頑張れなあかんなと言ったんですけども、えー、3つも負け越してしまいました。えー、そして順位は変わらず3位。首、え、位、ー、広島までは、ちょっとゲームがー、ゲーム差が広がって4と、貯金が1つ減って5というところで、昨日勝って自力優勝の可能性が、 点灯したのに、また消滅ということになりました、えー。残念ですね。完封負けですからね、完封負け。えー、今日の先発ピッチャー、タイガース、及川正樹。これまで4試合先発して1勝2敗。防御率1.93。対巨人戦は2試合先発して1勝1敗。防御率2.89だから、 他のところ投げるよりも巨人に投げた方が手縫が取られてるよというところやね。そして、読、え、売、ー、ジャイアンツの先発ピッチャーは戸郷翔世。これまで19試合に先発して8勝6敗。防御率2.30。 えー、タイガース戦は4試合先発して3勝1敗だから、タイガース戦は割と投げやすいんかなっていうところはあるんですけども、でもね、防御率は3.16だから他のチームよりもタイガースの方が点は取られてると。一応3勝1敗で勝ってるけどね。ということは、戸郷が投げた時は点取ってくれてるいいことよ。まあそんなんで、まあやってみればわからないなとは思ってたんですけども、朝野やな。おっさん朝野に、 満塁ホームランを打たれて、それで終わりという試合やね。えー、今日の範囲は2つです。今も言いましたけども、これは4回の裏に、2アウトまでこぎつけてランナーがない状態で2人も打ち取ってるわけですよ、横川は。そこで、えー、5番の大城。しかもその5番の大城に対しても、もう追い込んでて2ストライクからよ。 ツーストライク、ノーボールよ。それから、ファーボールや、ね。警戒しすぎやっていう、ね。ほんで、ツーアウトながら一塁やと。無駄なファーボールがここで一つ出ました。そして、昨日から当たってるこのモンテスよ。モンテスに、まあ、外寄りのちょっと高く入ったところのツーシームやったんやけども、やっぱり高めに行くと打たれるよね。えー、左中間に二塁打を打たれて、2ツーアウトから二塁三塁やと。 そして7番の門脇。角脇そんなにうのに、角脇に対してもファーボール。これ無駄なファーボールがこの回2つなんですよね。2人出してしまって。ほんで満塁やと。で満塁で8番のおっさん浅野やと。で、おっさん浅野に対しては1-1からね、カウント。から、ちょっと外から中に入ってくるスライダー。それがまあ、 ちょうど高めに来て、真ん中高め付近に来て、それを見,るご見逃さずに、ポーンと一人や。これでもうレフトスタンド。まあ一番前列やったんやけどね。え、に入ったと。これで一気に4点やと。フォアボールがなければ、朝野まで回ってないし、ツーアウトランナーなしから、大城でもアウト取ったきゃよかったんや。ツーストライクやで、ノーボールからやで。 ファーボールってどういうことやねん、これ。ほんまに。0点でここ切り抜けたよ、絶対。モンテスになんでその何枚とこ投げに打たれるのに。ヨシンバがこ,こんだけこうファーボールでモンテスをね、打たれて二塁三塁になっても、角脇だとアウト取っとったらよかったよ、ね。角脇そんなの打てへんやん。なんでファーボール出すの、これに。っていう失敗が重なって、重なって、 で、最後に浅野に投げたたらもまだ失敗で、失投で、ねホームランやと。梅野もリードあかんかったんちゃうかいや、まあ、あの、投げたとこは悪かったけどな。だから、梅野も交代させられてるやろまあな。そうやろうんま。まあ、まあ、まあ、抑えなあかんわな。それは言えてるけどな。そもそも大城の時にもう2ストライク、ノーボールで追い込んでんねんからさ、そ,そこのでなんとかせえよと。歩かせんなよって。 これがそもそも後ろにファーボール、ツーストライク、ノーボールからこと言うやけど、歩かしたのがつまずきのもとよ。で、モーテスは昨日から打ってる、から、やっぱりモンテスの前にランナーも出したくないわけや。で、チャンスを広げられて、二塁サイドにされて、よう打たへん、角脇にファーボールや。もう、がっくりやで、これ。ほんで、ホームラン打たれんのよ。ランナー出して出して、満塁にして、ほんで、ドーンと打たれてん、ね、の どうせ打たれんねやったら、ソロホームランかツーランホームランぐらいやったらな、まだ分かれへんやん。満了ホームランははっきり言って、タイガースが先に点も取ってないんやから、ちょっとショックあるよ、これは。だから、コーヒー陣も、なんか、意気消進やな。ガクッと来たわな。まあ、ベンチもガクや。ということやね。これがまず、敗因の一つ目。もう最大の敗因よ、これは。そしてね、えー、敗因の二つ目は、 まあ、こんな阪神でもですね、得点圏のチャンスが2度あったんですよ。それは1回と8回ね。そのチャンスで無得点に終わったということですまず1回からいきますよ。1回は近本がプレイボールと始まって近本いきなりヒットを打つ。これはいいパターンや。な、タイガースにとっては。レフト前ヒット。で、中野の時に、怒られへんなんやな、これ。 だけど、ライアンドヒットかけないんや。で、中野はショートゴロになったけども、近本は二塁に行くことができました。ワンアウトランナー二塁。これは新塁打を打ってたということだから、中野 OK なんよ。ね。で、3番4番やと。今日は3番森下、4番佐藤出るやと。森下森下が真ん中低めのボールのフォーク、本人はスイング止めたつもりだも、ハーフスイングでストライク、空振りを取られて三振。 これが痛かった。森下の三振が。んで、えー、次の佐藤テル。サトテルは初球を打って、外角低めのカーブやったんやけども、センターフライに終わったと。ずれーてそれからね、もうあと、えー、8回にもあったわけ。8回の方がチャンスやったんやけどね。8回は、えー、これは、6番の前側がセカンドゴロ。そして7番の 引き波が、ファーストゴロ。で、これでツーアウトです。タイガー使ってツーアウトになってしまったと。ランナーありません。そして、えー、ここでピッチャーの、今日は途中から投げている伊藤正史が、1イニング投げたんやけどね。それが、ピッチャーの打席に回ってきたんで、代打、糸原 <laughs> というところで、糸原が、まあ、あのー、セカンドゴロ打つんやけども、こう叩きつけたような打,打撃やったから、バウンドが高くってな、ね。ほんで、セーフになったわけや。 一塁セーフと。いうことで、えー、ツーアウトながらランナーが一塁出ました。うん、9番やな。9番が長坂にも変わってんねん。ピッチャーじゃなくてな。長坂に変わってて、長坂の代打で渡辺良。昨日良かった渡辺良。ここで右ピッチャーやけども、代打です。えー、あの、まあ、戸郷の、これはストレートやったんやな。 147キロのストレート。まあ、真ん中大きいのストレートよ。それを先端前にきれいに打ちました。あ、先端ター前引けてやなと思ったら、セカンドベースの後ろで、えぇ、ー、に、二塁手、吉川二塁手が巨人のね、取ったんよ、ボールを。取って、えー、セカンドベースに入った、えー、これは、角脇やな。角脇に突、ポスというか投げたわけやな。投げて、角脇がセカンドで、 あの、ボールを受け取ったらアウトなんやけども、そこに一塁ランナーが、えー、滑り込んできて、い糸原がね、二塁、二塁ベースに滑り込んできて、タイミングはアウトって言われたなんだったあの、タイミングというか、アウトセーフはアウトって言われたんやけど、リプレイ検証で、セーフになったんや。あの、ベースから足が離れたと。二塁、二塁手というか、この門脇のね、ショートのね、 カドワキのベースが離れてる、そこに、あの、糸原が来たと。でも、あれ、リプレイ検証したら、そこからまた、あの、糸原が離れとんねん。ベースから。ほんで、あの、カドワキがベース踏んどんね <laughs> あれ、微妙やな。あれ、アウトちゃうんから、ほんまのこと言うたら。でも、あのタイミングはセーフのタイミングやで、でも。ということで、まあ、とにかくセーフになりました。で、えー、ツーアウトから一塁二塁になった。チャンスやと。そして、一番の近本や。ね。 ピッチャーは右ピッチャーやし。これは何とかしてくれるかなと思ってたんだけども、えー、外角低めのフォークボールを引っ掛けてセカンドールでアウト。これはね、近本と何とかせなあかんわ。なん、なんてかせなあかんっていうのはこの展開でずっと来てんねやろ ?1 点も取ってないんやろこれはイージでもヒットにせなあかんで。しかもやで、近本とよ。これ最後、最後のフォークボール、 全部4球最後全部がアウトコースのフォークボールやで。4球も投げてもててなんで1球ぐらいヒットにできへんねん。プロやろ。なんとかせえよ。うーん、なあっていうところで0点に終わったから、もう点も取れないし、負けたということなんですよね。まあ、あのー、今日のね、あのー、およかがやっぱりちょっとあかんかったよね。 俺からがあかんかった、いうことが、まあ、満塁ホームランになった、いうことやねんけどね。なんでビーズリーさサいんやろうな。ビーズリーは、えー、次、今の当番から次の当番まで、この日にちがあって、中何日って言うねんな、それのことをね。ね。これを6日で行くわけよ。ね。で、巨人はなんか5日できたんやん。6日でやってたのに。都合はつ日できたんは、まあ、若いからなで。ビーズリーはそもそもが、 そんなきっちりしたローテーション組まれてないピッチャーやんか。きっちりきっちり投げたことないやんか。そやのに急に短いので、短い周期で来られたらな、ビズリーもちょっときついやんか。だから、その、そやりとりがあったかどうか分からへんで。阪神の、その、首脳とビズリーとの、なんで、明日行けるか、いや、無理や、とかいうやりとりがあったかどうか知らんで。知らんけども、まあ、やっぱり、 なんか6日来たらなあかんやろなってなって。今日は生かされへんだいで、順番からいったら、およかがほんが先やったから、こないだも。前の当番でも。最近、およかはビーズリやって、前も。だから、それを飛ばしてビーズリで持っていかれへんだわけやな。そういうことやと思う。本当は、今日勝ちに行こうんやったらビーズリやで。ほんまは。だけど、やっぱり、そうやってきちっとローデーション組んで投げてないもんやから、 しかも短めの今度の投げ方っていうのはちょっと難しいやろということで、ようやらんかったやと思うわ。だ、だけどね、及川はこれ4回投げて73万球、まあ、玉数はにしても4アンダやろ。毎回ヒット打たれてるぐらいのヒット数やんか。で、ホームラン1本打たれた。れ丸いホームランやから一番これあかんわな、ね。三振は5つ。フォアボール2個。デッドボール0。 で、失点4時、失点4なんやけども、このホームランを打たれる2アウトからやねんな、これ打たれたんは。さっきも言ったように。4回の2アウトまでは、まあまあ、投げてたんよ。抑えられるピッチングしてたよ。で、つまずいたんが、その大城のファーボールからつまずいてんねファーボールの後に、あの、モンテスにヒットを打たれたもんやから、いきなりピンチになったんやんほんでもガタガタってきたんや。ここで粘らな。よう粘れへん。 もう粘れへんねんやったら余計なランナー出すないよということやんか。それもできへんだ。というところで、まだその辺の段階の若いピッチャーなんよ、およかっていうのは。これからの成長に期待するしかない。これをね、あの、いい勉強の材料にしてもらってな。もうそれしかない。ということですよ。まあしかし、おっさんそれに打たれても、だ、ごうんき1号やん。 おっさんやん、19歳やけどおっさんやんら見たら。前側もおっさんやんけどな、それ言うんやったらな。前側の方が一連先輩やで。甲子あの子もて、きれなん。おっさんは高松商業やったと思うで。で、おっさんを阪神もドラフト1位で締めて、て9時で負けたんや、原監督に。ああ、岡田監督人悪いもんな。あれもう、就任早々のドラフトやったんや、確かに。で、でも、森下取れたんや、それで。 一時し下やねん。盛りし下の方よう頑張っとるやん。まあ、おっさん,さんは今後どこまで活躍するか分かれへんで。岡本みたいになっていくかも分かれへんし。まあ、しゃあないわな、それは。もう、ドラフトで取れへんのやし。まあ、これからの話は全然分かれへんやんか。でも、ああやって、あの、ああいうところでホームランを打つっていうのは、まあまあ、それなりに活躍する選手なんかなってやっぱり思うわな。まあ、そんなことで、もうそれで、 あとはもう天文は取られへんだしね。天文、まあ、は与えへんだけども、まあ、あんまりええところなかった、阪神とてはね、えー、試合でした。で、今日はまあ、さっきも、その、言われ、言ったように、えー、と、バッテリーそもそも交換したやな。えっ、ー、と、富田と、えー、長坂のバッテリーになったんや。で、最後は、キャッチャーは長坂から坂井田に変えて、えー、岡目が投げてる時やったかな、い,いなとか あの、変わったと思うんだけども。そういうことで、他のキャッチャー二人、今日は使えた。ね、梅野以外に。全員使えた。いうのは、まあ、良かったかな、というところですね。あとは、まあ、富田が 2, 2イニングを0点で抑えれたと。そして、え、伊藤正史が1イニングを0点で抑えたと。いうことやね。で、岡戸も1イニングは0点。2アンダだされたからあんまり良い,いことないな、岡戸も。 いうことです。だ、だから、まあ、伊藤は1イニング投げたけども、まだあんまりええと思えへんだから。まあ、点数が空いてたから、巨人もそれほどね、必死に打つ気がなかったんちゃうかなと思って、だから抑えられたんかなと思ってます。だからまだもうちょっと調整はせなあかんな、というところですね。そんなところです。